MFF フットボールセンターは、モンゴル国の首都ウランバートルにある、球技専用スタジアムである。MFF は、モンゴル国サッカー連盟の略称。収容人数は3,500人。2002年に、FIFA の FIFA ゴールプロジェクトにより、人工芝の競技場として建設された。その後、2007年には、FIFA セカンドゴールプロジェクトにより、テクニカルセンターが建設され、 2012年現在は FIFA サードゴールプロジェクトによりスタジアムの隣に室内フットサル競技施設を建設中である。なお、隣にはナショナルスポーツスタジアムが隣接している。主にサッカーの試合に用いられる。ニスレルリーグに所属する数チームがホームスタジアムとして使用するほか、サッカーモンゴル国代表のホームスタジアムとしても利用される。 2011年3月15日には、AFC チャレンジカップ2012予備予選のフィリピン戦で使用されている。また、2014FIFA ワールドカップアジア一次予選のミャンマー戦でも使用され、モンゴル代表が勝利を収めている。スフバートル広場より南に伸びるチンギスカン通り沿いに、ある。スフバートル広場からタクシーで、約10分。ウランバートル駅からも、同程度。 ありがとうございます。